でチーズハットグを食べたいリナです。やっほー、原宿といえばハッピーワン、アリサです。やっほー、原宿のしなこちゃんに会いたい、ユナです。今回はなんとなんと、またまたなんですけど、はい、ありがたいことに、はい、ハッピーワンの社長さんからまたまたスクイーンズやスライムを大量にいただきました。ありがとうございます。いつも大切に触ったり使わせていただいております。はい、はい、それを紹介していきます。はい、で今回はなんと新商品もあります。おお、それも紹介したいと思います。じゃあ見てください、このかわいいバッグ、夢かわ、たくさん入るし、あと、うん、ハッピーワンって書いてあります。本当だ、これ人がすごい多いね。めっちゃ多い。ユナがいた時も同じくらい多かった。そんなにすごいの？満員電車がゆっくり流れてるよくわかんないけど、これ、ほら、キャラクターもかわいいですね。原宿系女子これで、アレサが1年前っていうか、1年前ん、半年前かな、うん、8月、9月くらいに行った時には袋だったんですけど、この前行ったらめっちゃくちゃ可愛くなってました。すごいね。まずはこれでしょう、アリサが大好き、ユニコーン、可愛い、めっちゃ巨大だよ。ほら、リナちゃんの顔と全然ほら、これアリサが前回、うん、行った時はこれのちっちゃいバージョンがあったんですけど、うんうん、ちっちゃいバージョン、大きくなってました。これユナが行った時にいただきました。はい、すごい可愛い。角も気持ちいいよね。ほら大きいよね。ずっしりしてます。そう、ここにね、腰がおね、あって可愛い。いくよ、次はメロンパン。じゃーん、すごくね。え、大きい、めっちゃ大きい。気持ちがいいだ ね。これがユナが行った時、こっちがアリサが行った時にいただいたものです。色地すっごい気持ちいいよね。絶対ちょっとお高い、お高いよね。お高いよね。ありがとうございます。本当ありがたい、本当にありがたい、うん、でもその代わりしっかり宣伝させていただきます。はい、ちょっとじゃあ一回ギュってしてみる。どうぞ。せーの、いいよ、せーの。もう両手じゃ収めきれないほど大きいよね。ユナの手が大きいのにもっと大きい。しかも甘い香りがして、そう、これ、いやいや、甘い香りになる。ふわふわって香水がもういらないそこまでティアラチャンネル、次は韓国スライムです。いっぱいいただきました。ありがとうございます。まずこれも前回いただいたものと、うん、アイスです、うん、お、あとダイヤモンド、ダイヤモンド、お、最後はペロペロキャンディーです。かわいい、かわいい。どれが一番好き？キャンディーとダイヤモンド、アイス、全部かわだよね。次はスクイーズ、スクイーズ、すごいね、うん、たくさんいただきました。7個も。わあ、まずはグラデーションのギャラクシー猫ちゃん。おお、ほら、ギャラクシーだよね。ね、めっちゃ可愛い。次、次はこのグラデーションのモンスター、はい、ガオーで、この2つだ、ユニコーン。やっぱ原宿だよね、もうキラキラ。うん、さすがのハッピーワンさん、流行りを、ね、撮ってる、撮ってるね、流行りを吸収しております。吸収、スクイーズ。次はパンダです。パンパンパンダ、パンダ、パン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 ダ。でもさ、形がさ、違うからね、丸くて可愛いよね、よね。ほら、これはハッピーワンさんの社長さんから何か欲しいものあるって言われた時にこれを選んだものです。へえ、そうなんだ。で、こっちは、こっちはメガネかけてる。そう、ハートのね、メガネかけてる。かわいい。ほら、お腹にハートが。賢そう。ミナちゃん系かな。あー、お、自分に納得する。こんな感じです。ティアラチャンネル。
次はアリサたちが身につけているウサ耳ピコピコです。でこれはウサ耳なんですけど、うん、今はねユニコーンです。ユニコーン、ちょっとユニコーンをね角もあってます。うん、いろんな種類があるよね。色違いだよね。豚さんとかもあーっとあったあったよね。こんな感じ、ここのね空気のポンプを押したらピコって出ます。うん、ピコ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 。はい、かわいいです。もうこれだけで映える、もう映える映える。これリキッドと撮ったハートが、ね、今度撮るのでお楽しみです。はい、はい、もうピコピコのピコですね。ピコ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 のピコ、ピコピコピコってあのね、ね、ピコってピコってピコってピコ、もう映え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 で冬とか可愛くてあったかいっていう、ね、マフラー側になる。そう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 、確かにいろんな色があってめっちゃ可愛いです。うん、そして最後にハッピーワンさんから新商品が出たので、それをしっかり宣伝していきます。はいはい、まずはこのキーホルダーです。じゃん、じゃあ開けます。はい、はい、金に輝いてるね。ね、これは原宿の入り口ですね。そして裏にね、じゃん、日本地図、日本地図だ。へえ、あります。すごい、ね、めっちゃ綺麗だよねこれ。ね、ハッピーワンさんの良さが出すぎてます、うん、日本のみんなを宣伝してるっていう。これ夜なのかな。夜だね、夜景。あとね、桜もあるんですよ。あ、ほんとだ、キラキラしてる。今の時期にぴったりだね。めっちゃ素晴らしい商品です。お、じゃあ次こっち。はい、じゃん、これはマグネットかな。開けていこう。はい、じゃーん、あのあれ 3D でほらボコボコになってて、東京タワー、京都に、東京に、富士山もある。ほら静岡だ ね、 横見たらわかるんだけど、仕組みがほら何層もあるの。うん、3層あって大変だよね。ね、作るのも大変だよね。素晴らしい。さ、原宿の竹下通りの入り口が、はい、後ろはマグネットになってます。そして最後、これも開けていきます。はい、じゃーん、ね、すごいよね。もう素晴らしいものね。素晴らしいって言えないくらい素晴らしい、ね、素晴らしい。ここに原宿って書いてあって、かわいい、ね、あ、ハッピーワンって書いてある。あ、ほんとだ、ほんとだ。ほら、ここにハッピーワン、すごいね、すごいね。細かいところまで、これもさっきと一緒で何重にも重なってできてるよね。本当だ、仕組みがすごいよね。ね、あとね、原宿系女子もいますよ。ほら、本当だ、可愛いよね。ね、デザインがもう可愛い。そう、素晴らしい、素晴らしい、うん、これもマグネットになっています。はい、ティアラチャンネル。はい、ということで今回はハッピーワンさんからとっても可愛い商品をたくさんいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもハッピーワンの社長さんに恩返しができるように自分の夢に向かって頑張っていきます。そして最後に画面の前にいるティアラーズの子たちも一緒に、原宿といえばハ